オートレースナルト第27回、女子王座決定戦、G1 レースがいよいよ開幕します。今日5日はですね、その全権日ということで、選手の方々がね、エンジン抽選、そうですね、並びに、試運転特訓とこうしてきたわけですけども、大阪スポーツ若林記者、はい、今日のその全権、まあ、抽選含めてですけど、どんな状況でしたか、ちょっとざっとやってみてください。そうですね、はい、ナルトのエースキアも39号機という、はい、もうこれ決まりなんですけど、これを引いたのがあのベテランの谷川選手、はい、で、まあ、特訓の感じもまずまずでしたし、いや、まずまずっていうのは俺上から見てたんですけど、はい、相当良かったですよ。あ、そうですか。ちょっと僕よそ見したところがあったので、はい、申し訳ないです、はい、で、まあ、本人もね、かなり納得してるようなんで、はい、やっぱりこれパワーがあると思いますね、はい、ちょっと期待したいですよね。そうですね、ベテラン最近不振でしたけど、今節は頑張りたいって話でしたしね、はい、とドリーム組ですけど、エンジン情勢はいかがですか。これまた文句なしに平山千佳選手の21号ですね。なるほど、はい、近況好調だという、そういうことです、はい、いいエンジン引きましたね。そうですね、しかもドリーム戦は1号艇ということで、はい、まあ、そのドリーム戦ですけれども、はい、本誌は若林記者の予想をちょっと披露していただきたいですね、はい、もう平山の逃げで決まりですね、これはもう間違いないです。頭で、これ外れた場合は坊主とかこういっちゃうわけですかね、間違いないっていうことは、ね、ちょっとそこまではいかないですよ ね、 そ、 うね、そこまではないですけど、はいはい、じゃあちょっと自信あるかな、はい、ただね、はい、あの、まあ、すみません、ちょっとスタートも届いてたんで、はい、あのそのスタート遅れとか、はい、よく平山選手ね、ポカがあるんですけど、1号艇でね、うん、それも大丈夫だと思います。まあ、そのスタート多少、まあ、半停止ぐらいだったら伸び返し気味に、ね、1マークに行く感じですかね。はい、そういうことですね。なるほど。進入は1-2-3-4-5-6の枠なりスタイルを、想定しているということですね、はい、という本誌若林記者の予想なんですが、私東京スポーツを代表しまして福原ですね、進入からちょっとですね、異議を唱えまして、日高選手がね、6号艇なんですけども、はい、まだ待って6コースはないんじゃないかっていう、はい、ここにこのレースの鍵があるんではないかというふうに、ね、見まして、進入は 1-2-6-3-4-5、3号艇の長嶋選手がですね、まあ、角1から仕掛けていく展開ですね、はい、これを、地元の4号艇浅田千秋選手、まあ、今日前傾はねちょっと冴えないというかね、あまりこうかんばしい動きではなかったですけども、ナルト水面はですね、まあ、となるとそうです、ね、満船圏発生率が日本一高いというこの荒れる水面ということで、はい、その辺にもね、期待を込めまして、はい、浅田選手のですね、渦潮レディースの本領発揮ということで、浅田選手の頭からですね、1-3-6に、流してみたいと思います。こんな感じでいかがでしょうか。